リーアディはガーナのサッカー選手。ポジションはセンターバック。ザンビアンプレミアリーグのルサカダイナモス FC 所属。2007年に FC ナニアでプレーを始めるが、まもなくガーナプレミアリーグのベレクムチェルシーに移籍。2009年には国内組で構成されたガーナ代表に初招集され、9月30日のアルゼンチン戦で代表デビューを果たした。その後も2010年には、 アフリカネーションズカップ20 2010、2010FIFA、ワールドカップのガーナ代表メンバーに名を連ねた。ワールドカップ後には、セルビアスーペールリーガのレッドスターベオグラードに移籍し、センターバックのレギュラーとして多くの試合に出場した。2012年1月4日、移籍金220万ドルで、中国サッカースーパーリーグの大連アジハマ、足玉クラブに移籍した。 2010FIFA フフワールドカップ前に年齢差象問題が持ち上がった。リーアでは2009年に代表デビューした際、青年月日を1985年9月26日としていた。これは様々なインターネット上の記事にも掲載されており、FIFA フフも公式の文書でそのように記載している。だが、ワールドカップに出場する選手に選ばれると、 突然自分の誕生日は1990年7月7日であると主張し始めた。後に、スウェーデンの新聞社が彼とコンタクトを取り調査を行ったが、年齢詐称を疑うような事実は出てこなかった。彼の青年月日が1985年9月26日とされた、当時パスポートを持っていなかったからである。そのため、 未だに、どちらの青年月日が正しいのか不明である。リーアディは、元フランス代表の名選手、マルセル・デサイのいとこにあたる。ありがとうございます。